んにちは。こんにちは。平本蓮です。柴田です。今日はですね、柴田さんと試合終わってからの新年会をしようと前々から約束してまして、はい、ちょうどタイミングもタイミングで、すごくいいタイミングでいろいろ自分の中で揉め事がありやっぱ訴訟の先輩といえば訴訟される先輩、はい、柴田さんに、はい、今日は来てもらって告訴されるための準備というか、はい、相談をさせてもらおうかなと思って、はい、はい、了解です。まずは、はい、明けましておめでとうございます。昨年はいろいろありがとうございました。いや、とんでもないです。大臣大晦日大会急遽呼んでいただいて、はい、セコンドつかせていただいて、いやいや、はい、これまでやらせていただいてね。いや、バッチリ。いや、ありがとうございました。いやいや、とんでもない。そしてもう試合おめでとう。いやいや、ありがとうございます。もう最高だったんじゃないですか。 いい具合に締めれましたね。盛り上げましたね、はい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 、やっぱこう柴田さんがいてより一層大晦日かお祭りじゃないですか、うん、すごい自信を持ってこう面白いものを提供できるというかでしたね、はい、大晦日感みたいのが、ね、完全にここしかなかったね、はい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 、だからなんかリング上に僕柴田さん梅野選手久保優太っていて、久保優太がずっとなんか、無理です。なんか、あと2つ、あと2つしてて、試合終わった後、挨拶するとあっ、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 ET みたいになってて、いや、でもね、久保優太とね、はい、梅野さんと、レンと僕が、4人退治した瞬間、埼玉スーパーアリーナで、その日初めての笑いが生まれました。みんなが爆笑するっていう。煽り V がこう流れて X が発表されたじゃないですか。梅野源氏って言われた瞬間に会場沸いたじゃないですか。もう一安心したさ。よかったと思って。あの瞬間こそが大晦日ですか。はい、いやいや本当そうです。大晦日がありました。ありました。という感じで、はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。いやいい試合でした。いやよかった。お疲れ様です、はい。まあ、レン君はね、体重差があったとか言うけれども、はいはい、まあまあそれも込みで、はい、あのイランの最後の方、ほんとまあメイウェザーの真似をしてなるほどね、はい、だまあ朝倉とメイウェザー戦はうまくオマージュできたんじゃないか。いやもう最高だったね、はい、自分の中で完成度だったと思います。どんな、そんな朝倉未来から、はい、年始いきなり敗戦、はい、表明じゃなくて、はい、訴えるぞって言われるっていうあれは何、どこまでガチだ。どうなんですかね。まあガチで言ってんじゃないですかね。マジで、はい、多分試合はしないって言ってて。えでも僕からしたら、うん、ドミネーター戦勝ってきたら大晦日遊んでやってもいいって言ってた。言ってた、言ってた。あいつが言い出しっぺじゃないですか。言い出しっぺで僕勝ってきました、うん、やりましょうっつったら、いや俺やっぱ平本とやらずに、まあわけわかんないですけど、コンプレックスで終わってやろうかなとか言って、うん、コンプレックスって使い方あれこれで例えば俺が負けてそのままリベンジできずに引退したら、まあ、コンプレックスで終わるってのは分かるんですけど、ね、うん、何でコンプレックスを俺に与えてくれるんだろう。いやそう、なんかやるやるみたいな、そうそう、遊んでやってもいいみたいなこと言ってる、はい、言ってたのに、はい、試合やんないのもいいかなみたいなのを言い始めて、はい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 、おっさんミクルみたいな、はいはいはい、朝倉未来も去年の前半ぐらいまでは僕がこうちょっと煽ったりしてるツイートに対して、うん、まあ、自分も変な画像を載せたりとか、うん、結構容姿をいじる発言とかして、僕にちゃんと返事してくれてたんですけど、うん、なんかお前なんか違法ポーカーの疑惑出てるぞみたいないじってからもうあいつはもう触れませんみたいなそれの境に一切触れてこなくなって、なるほどね、もう怒んないよそんなにって感じなんですよ僕からしたら。違法ポーカーの話は私も、はい、噂は聞いておりますまあ、分かんないです。僕は噂を聞いたのを言っただけなんですけど、うん、その時からマジ切れで絡んでくれなくなった。なんか俺変なこと言っちゃったからいやいやごめん、それは変なことは言ってるそれは言ってるよいやなんだけど、はい、向こうもこっちにトラッシュドッグしたし、はい、こっちも向こうにトラッシュドッグしてて、はいはい、でずっとずっと積み上げてきたものを、はいはいはい、急遽現実味が帯びてきたら、はいはい、なんかやらないみたいな急にね、まあ、UFC で多分そんな発言したらあのピッチ野郎って言われますよ、ね、本当にいや、なんあのビッチみたいな。ていうかさ、はい、そのマクレガーがさ、はい、ハビブのことをさ、いやいや死ぬほど宗教のこと、はいはい、家族のこととかさ、はい、死ぬほど言ってさ、はい、足襲撃とかさ、はい、まあ、いろいろあったじゃん、はい、結果マクレガーちょっと捕まってはいるけども、はいはいはい、それハビブがさマクレガー訴訟しますって言ったらさお笑いでさだって実際ハビブはその喧嘩を買って、うん、もう試合になってマクレガーは提供なしてボッコボコにしてね、よし喋ろうぜレッツトークなって言ってめちゃくちゃパンクするんですけど、かっこいいじゃないで
です。かっこいいじゃん。で、あのホルヘ・マスビダルってもう向こうのマスビダルね、要は路上の伝説じゃないですけど、ストリート上がりの、うん、UFC ファイター、人気のファイターがいるんですけど、それとコビントンっていうすごいトラッシュトークを言う、めちゃくちゃ面白いやつがいるんですよ。でそいつはもうレスリング主体で、試合はそんな面白くないですけど強いんです。でマスビダルのこともずっとめちゃくちゃトラッシュトークして、もう散々バカにしまくって、で試合はコビントンが勝ったんですよ、判定勝ち、うん、でもその次の週かなんかマスビダル路上で襲撃してコビントンを捕まってましたから、ね、でもまだそれがあいつの路上の伝説で歌ってんだったら、僕まだあいつに障害みたいなのやられても、俺被害届なんか出さないし、あいつのブランディングも保たれた、いやいやね、やれよっていう、ね、訴訟っすから訴えてやるだから何なんだろう、聞いちゃってたのかな、何なんですかね。でも話ちょっと変わるんですけど、大晦日の時に僕の中でのハイライトっていうか一番面白い瞬間があって、試合終わってこう退場してた時にレペゼン地球の DJ 社長がいた、間ね、レペゼン地球って僕なんで人気が出たのか全く理解ができない、うん、てかそのブレイキングダウンがブワーって人気出たのと同じ部類っていうか、あなんで人気なのか分かんない、素人の格闘技と素人の音楽じゃないですか、うん、でも拡散力あって若い子たちが流行ったら正義っていうのは、まあそれは分かるんですけど、だから努力してないものとしか見れないから、うんうん、あんまりリスペクト持てないんですよ、うん、で他の 他競技のスポーツ選手とかアーティストとか基本僕はやっぱすごい人たちだと思うんですけど、どういうわけかあの界隈あんまりこう尊敬を持てない、うん、からあんま好きじゃないんですけど、なんかその試合退場するときにレベゼン地球の DJ 社長がああみたいな、こう手合わせてこうやってしたんですけど、まあ無視しようと思ってそしたらああってやってきたんで、これパッてなんか出してあげたんですよ、気分もよかった、そしたらああみたいな言ってて、でもその前に試合1週間前ぐらいに僕あの光の近く普通にバックレて帰ったじゃないですか、あったねあったね、それをチンタラ文句言ってレベゼン地球の DJ 社長がインスタライブかなんかチンタラ文句言ってたらしいんですよ、うん、こいつもうホビー売ることしか飲むねえなって流行り物に巻かれるみたいなで控え室戻って柴田さんと僕と僕のお父さんが喋ってたんですよ、でこう喋ってたら あったあった喋ってたら控え室の入り口にDJ 社長来てはっあっみたいな、なんかキョドってて入って行って柴田とか、はい、これ やりに行きたいけどなんかカメラ回ってるし、あれ入っていいのか分かんないあみたいな、要は気づいてほしいみたいな感じだったんですけど、そのまま無視して喋り続けたんですよ、で柴田さんもそのまま喋り続けてた、俺も無視してあーしたらいいなーと思ったけど、俺のお父さんが関係値誰も分かんないじゃないですか誰が YouTuber なのかとか俺のお父さん全く知らないんで、控え室おちょれお前呼ばれてるぞ大丈夫か行かなくていいのかっていや、いいんだよ、あの、ね、触れなくていい、仕方でいいからさ、柴田さんがあ、いいんですよ、あれただの YouTuber みたいなもんなんで、もう全然仕方してくださいってバカ言ってて俺もめちゃくちゃ笑っちゃって、 DJ 社長が先週控室の前でこうあ、行きたい行きたい絡みたいけど大丈夫さん、あの子大丈夫なんだって言って、あの普通にあの帰らされるあの絵はめっちゃ面白かった、いや、あれがあの日一番面白くてあれがやっぱり僕の中ではああいう場所で本物なのか小物なのかって出るよね、出ますね、 DJ 社長小物だったな、小物ですねめちゃくちゃ小物でしたねいや俺もね、あのレンが花道の横のさ、はいはいはい、ところこう通ってさ、はい、わーってこうねレンよかったぞみたいな言ってるところで俺後ろついていって、でそこに DJ 社長とかパフォーマーたちがね、はい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 、並んでんだよね、ライジングアールがね、はいはいはい、DJ 社長が「橋本」みたいな、「お前出たそこ来てたんかよ」みたいな「ええー」ってハイタッチしようとしてたからはみたいなちょっと前なんかその炎上万博みたいな、なんか素人のブレイキングダウンパクリみたいな企画に俺呼んで俺ガン無視してたんだ、出るかいみたいな、そんなのってで、なんか柴田が出ないんで柴田とは絶交しますみたいなことを動画言ったから、でなんか「柴田!」みたいなやったから「はみたいな、こう頭こうバーンってバーンって頭出して「やべえ!」みたいな感じのところがその実はあったのかな、帰るところで、いやレンの後ろで俺こうこんなことやった、そうそうめちゃくちゃ挙動ってました、挙動って挙動ってた、いるじゃないですか、芸能界とかでも業界人とかで自分が芸がないから流行ってる人たちに巻かれて、わかりますか、まあまあ、俺らと絡めたら一流みたいな、うんうん、俺らと絡んでたら君も有名人の名前にみたいなスタンスのやつですけどお前らなんか死んでも近寄ってくるじゃないよ気持ち悪いそんなんだったな、いやそんなんでしたね、ほんとあの時の真顔の柴田さんがもう大丈夫です、仕方してくださいみたいな、あいつは大丈夫なんだよ
いや、あれがやっぱ僕の中では一番いい思い出になりました。ミクルも来てたよね、ミクルもね。はい、そうですね。あれはもう牛久とやってで、ワンチャン勝てました、小池にリベンジ負けましたで終わる感じじゃん。多分そうじゃない。そうか、レントはやらずに。俺とはやらないと思う。レントは裁判でってやるんですか。多分そうです。なんなんだよそれ、なんなんだって。テイクダウンも狙われずに、打撃も勝負してくれずに、裁判で勝負。裁判で。いや、これズバリね、本当に言いたいんだけど、俺ね、とあるパチンコ系 YouTuber から訴えられて、裁判をもうね、2年半か3年ぐらいやってるんです。で、結局向こうは柴田のせいで YouTube チャンネルの収益が落ちました、はいはいはい、で1億円損しましたって言ってて、はいはい、結果裁判所で0円だったの、はいはい、柴田のせいで損した金額は0円です、はいはい、まあ、だけど一応悪口は言ったんで30万円は払ってくださいみたいな、はいはいはい、っていう判決だったのね。だから慰謝料30万、弁護士費用の一部負担3万円で33万円の支払いだった、はいはいはい、30万円だ。平本蓮が朝倉未来の悪口を言いました、誹謗中傷です、裁判所が認めて30万円3年かけて30万円を争うんだよ、はい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 、アホちゃうっていう。なんか今年は30億稼ぎますとかしゃしゃってるやつが、こんな5、6個下の若者に悪口言われたのを2、3年もかけて30万も取りに行こうとするあの精神力は、あの他に向けた方がいいんじゃないかな。いや、ほんとね、いや、逆、ほんとに、はい、訴えてやるとか、はいはいはい、裁判してやるっていうことが、はい、恥ずかしいことだっていうのを分かってないんだよ、はいはいはい、だからアメリカのジムのみんなとかにも、うん、なんか揉め事あったのって言われて、うん、まあ、僕は説明したんですよ、うん、みんな、そんなビッチみたいなやついる。え、マジでみたいな、格闘家そいつみたいな。キングギドラの時のジブラがね、ビッチみたいに訴えるかみたいな言ったけどさ、いや、ほんとにさ、格闘家が絶対言っちゃいけないでしょっていう、いそうっすね、トラッシュトークで負けて訴えてやるって言ってね。どうしたんだこれ。レス場で負けて情緒不安定になっちゃってるよね。そんなムカつくならもう殴ってくれよ。ねえ、ボコボコにしてくれればいいのにね。そうっすよね、試合して黙らせてくれたら一番いいですけどね。ミクル的には試合ではなく裁判で決着をつけたいそうだから。確かに、僕あの弁護士一人しか知らなかった。あの堀弁護士に頼もうと思って。堀弁は絶対向こうでしょ。堀弁絶対向こうだから。おばかつ弁護士に。やっぱ巻き込み食らってましたから。食らってかわいそうにね。いや、まあでもね、裁判なんてものはね、大したもんじゃないから。まあ確かにそうっすね、うん、格闘家なんだから、はいはい、煽ってなんもなんだから。裁判もまあ一つのエンターテインメントとして、ね、裁判所デビューが朝倉未来一生残りますから。後半のさ、あの傍聴席プレミアチケットみたいな、はいはい、ペーパービュー売れます。ペーパービュー売れるから。できれば試合でやってほしいけどね。そうっすね、できれば試合でやりますね。まあビッチみたいなこと言ってないでね、はいはい、試合でやってほしいわね、はい、ドミネーターに勝つまでは散々煽り散らかしてたんだからさ。いや、そうっす ね、ビビったって思われても仕方ないよね。いやいや、ここで引いたらね、はいはいはい、これが大事に試合を作る因縁ストーリーだったら、うん、めちゃくちゃ天才だなって思って。あー、確かに。多分 100% ないと思う。本当に、はい、本当にピキって訴えるって。本当にピキって訴える。これで訴えたらマジで笑えるけど、はい、まあ、一生飲み屋のネタでは捨てるんで、一生笑いが取れるんで、ね、あれ、あの、ちゃんとね、告訴状みたいなの届くから、さあ、あの動画で紹介した方がいい。届き、ミクルから告訴状が届きました。俺もう、それ写真撮って、T シャツで販売した。で、それを裁判費用に当てます。誹謗中傷はしてるから、はい、まあ、30万円は取れると思って。なんか朝倉未来が誹謗中傷こんなんほっといちゃダメだみたいになってから、その周りのほんとガラクタ連中みたいなのが乗っかってるじゃないですか。お前は間違ってるみたいな。あ、なんかアップ乗っかってたね、はい、なんなんあれ。てかお前に正論をどんだけぶつけられようが。というか割と違法なのはアップの方じゃない。いや、間違いないですから。詐欺師だから。いや、本当にそうっすよね。一般人に損させてるからね。そうなんですよ、市民を泣かせてるんだ、あいつやっぱり。安保だいぶひどいね。あいつもだいぶひどいっすね。まあ結局 K1 やめてライジンに来れずにブレイキングダウンファイターになったね、かわいそうなやつだから。で、なんかライジンがもう MMA やる気のないキックボクサーは本当に取りづらいって言ってて、ああ、うん、で、安保もやらないだろうって。安保もそれはみたいな微妙い感じじゃん。年も年じゃないですか。なんだかんだ言って MMA 始めるの20、今年8とか7。ああ、遅いね。もう
むずいって。で、あんな細くて、うん、でも階級でやるとしたらライトにサトシ、しんどいって。しんどいっす、無理やろ。北岡悟にボコしてもらおう北岡悟つけてもらおうもん。いいっすね、足ひねってもらって、ね、ひねってもらって、はい、3年ぐらい立てないようにしてもらって、ね、いやいや、いいっすね。お前、俺に喧嘩売ってくるんだったらもう MMA やれよ。いや、いないと俺に勝てないし。最近ちょっと増えた、増えた喧嘩っすね。 A1 からの懐かしい、しょっぱ。ほんとすごい早めにね、はい、MMA に来てね、よかったよ。いや、それがすごい流れを聞いた時に、うん、まだ全然武尊天心やらないって言われて、うん、でも俺はやるだろうなと思ったんですよ。おうおう、やるとしても武尊天心も、うん、もうやらないみたいな状況になる時だなと思ったのが、うん、ちょうど多分2年前ぐらいまで、ザ・マッチやったら最終回というか幕が閉じるから、ね、中であったもう新たにこうストーリーを作っていかないといけないなっていう、やっぱ MMA で、K-1 抜けてちょうどライジンに来る前のそんぐらいにちょうど朝倉未来が出てきてくれた。そうだね、格好のタイミングだったんですよ。いやー、だから本当に先見の明というか、やっぱ今だと遅いからね。そうですね、いや本当に入ったタイミングが最高だったと思う。散々言ったんですけど、朝倉未来も遊んでくれるって言ったのに訴えられるもうどうしたらいいのみたいな。もう勝ってきたし盛り上げたし、1年半前とか2年ぐらい前の朝倉未来の動画見返してください。あのね、ああいうトラッシュトークとかやらない格闘家多すぎる。そういう部分でやっぱ平本とかやっぱ盛り上げるからその部分でやっぱ仕事してるなっていうか一流だなって思うんだよねって、俺のトラッシュトークあいつ褒めてましたからあいつ褒めてたんで、やらない格闘家とか悪いって言ってたのに、いざ決まった瞬間訴えます、訴えます。どっち、恥ずかしすぎんだろ。もうどうしたらあなたと試合できるんですかいやでももうやってほしいもうやってほしいな、もう。いや、そうっすね。まあでも朝倉未来もエンターテインメント性っていうものを重視してるじゃないですか、うん、であれば今年の大晦日までにはやってくれるんじゃないかなって、自分は。もうね、大晦日いいよね。今年の大晦日は本当にできるんであればやりたいですね。セコンドつきますお願いしますセコンドつきますその時だから自分がチャンピオンになってたら一番、そうだね、もう引きずり出したい、うん、クレベル小池の穴みたいのもちょっと見えたからね。あれを見たらね、あ、レグもしかしたらいけるかもなっていうのもあったから。いや、俺いけるな、うん、向こうからやらしてほしいっていうところからね、行けばいいもんね、はい、次の斉藤戦、とにかく、そうね、応援してますんで、死力で勝ち、絶対勝ってください、はい、頑張ります。まあ、裁判は、はい、告訴状の T シャツを売れば、はい、ペイできるんで、もうそれ皆さん楽しみに作成するんで、それよりも何よりも次の斉藤戦、そうっすね、ぜひちょっと頑張ってください、はい、頑張ります。はい、いや、今日はありがとうございます、はい、今日はこんな感じで、はい、ありがとうございました、はい、さよなら、さよなら